てってれってって、これ取ろう。はあ、どうしたのって何が？死ぬの一緒に。いや、知り合いにね、来てって言われたから来ただけ。そうなのよ。聞こえてる？通信にして。うん。だね、こんなの。はい、こんな感じ。かわいい。やばいよ、ほんとに。明日また別の服があるからね、これじゃないけど、別の服があるのよ。メイド、うんうん、アリスかな？うん。メイド風、そうね、そうね、そうね。うん。そう。よくわからん。
いて、よいしょ。こんにちは。カタカタ聞こえるのももちゃんかな。うん、ももちゃんだ。爪のやつ。爪のやつ？爪の音？カチカチカチ。またロシアンたこ焼きやる？もう死んじゃうよ。吠えないで、ももちゃん。何しよっかな。あれ、着替えたの？うん。ああ。何しよう。飼育菓子。今目の前にあるけど、飼育菓子でもするか。ロシアン途中で寝ちもうた。ロシアン最後の最後にわさび引きました。最後の最後にわさび引いた。イエイ。おーって、やる？飼育菓子、お寿司と、お寿司はなかった。これ。いいのかな？お弁当のやつと、あ、ごめんね。お弁当のやつと、ケーキ屋さんのやつ。何？ロシアンラストの感動フィナーレ見逃した。最後、わさびで、うってなって終わるっていう。まあ、吐きはしなかったけど、すごい、むせてた。安定のパンダ。ケーキ屋、今来た、ケーキ屋さんがなんとかでしょ。ももちゃんが横取りしたのがよかった。あれな、たこ焼きな、一個ももが横取りしてな、ラストわさびしか残らないっていう。選ぶ猶予も与えてくれなかった、うちの犬。ももちゃん。めっちゃこっち向いたんだけど。どっちがいい？ケーキ屋さんか、お弁当、作るか。お弁当か、ケーキ屋。ケーキ屋さんがいいでしょう。ああ。ケーキ、わかった。そう。チークガスとか久しぶりだ。あ、犬が来た。また横取りする気や。やめろ。うん。もう、あたちも連れて。あたちっていうか、こいつ男だから。うん。こいつ男だからね。うん。ねえ、もも。何ケーキがあるの？いや、ケーキっていうか、あれだけど、なんか、お菓子、本当のお菓子だけどね。お菓子でお菓子を作る。お菓子でお菓子を作るやつ。よいしょ。オスなんかい？オスよ。ねえ。
ミニケーキっていうか、タルトと、あとソフトクリームと、なんだっけ、パ、なんだっけ、ウェハースだ。行って、刺さった。愛犬トイプードルもオスのモモちゃんだから大丈夫よ。ほう。うちはあれだからな。と。楽しいケーキ屋さんとかってさ、あれじゃん、なんか、ももちゃんもふもふ配信。ももちゃんもふもふするだけの配信。いやー、ももたろうちゃんだもんね。うん、ももたろうちゃん。ももたろうちゃん？普通にクリームが美味しいよね、これ。ケーキ屋さんって。やっほーってやっほー。やばくない？なんか量多くない？そんなことない、そんなことない、斜め見えない、ほら、あ、全然見えないね。うん、感動するぐらい見えなかった。帰り、ただいま。わさび入れるわけないでしょうよ。いつの間にか復活してた。ナナ、アメちゃんくれる、なんとかおらんないけどって言ってるけど。じゃあ、ゆずこしょう入れるのか。やだやだやだ。よいしょ。今何してるの？これ作ってる。これ。チーク菓子。楽しいケーキ屋さん。楽しいかって聞かれるとさ、普通だけどさ。美味しいよね。そう、チーク菓子、チーク菓子。この箱、見えるとこにあったらいいかも。どこだ？落ちた。これでいいや。その辺でいいよ。そこは楽しいって言っとくの。あのね、すごい楽しいよね、これね。うん。美味しいよね、これ。てか、着替えちゃった。そうそうそう。服のせいかなーみたいな思って一応着替えた。おいしい。と、一日で23個も企画するのは大変だね。確かにね。
つまみ食い。つまみ食い家な、さっきのお洋服に、たこ焼きの油こぼしたから。いや、絶対違うでしょ。さっきの洋服っていうのを知ってる人何人ぐらいいるんだろうね。お昼ご飯は食べたの、だからロシアンルーレットのあのたこ焼きがお昼ご飯なんだよ。呪いってことにしておこう。なるほどな。呪いな、オッケー。あれは呪いだ。たこ焼きでお腹いっぱいになったんだね。お腹いっぱいっていうか、もともとあれが、もともとあれがお昼ご飯の予定だったんだよ。コスプレじゃなくて私服の体だったらいけたし、確かに。確かにって言っていいのか。待って、関西人はたこ焼きを主食に食べる。いや、そんなことはないんだよ。猫耳あるよ。21っていうかニートなんだけどね、名前。よいしょ。お、なら猫耳高めツインテで配信を。今度、明日でもね、ああ、やっとできた。職人っぽい。
職人になれるかな。全然うまく入んなかった。手を舐めるの。ごめんなさい。待って、じゃあまずこれ作るわ。熱々。ちょっと熱い。まあ、いっか。ソフトクリーム、うん、ソフトクリーム。もう一個。もう一個もできた。次、これ。お手手を舐めたらあかん。舐めたらあかん。それあれやん。CM やん。人生舐めずにこれ舐めて蜂蜜って言ったらダメな気がした。全体的に雑。ああ前髪にワックスつけてるの。つけてないよ。できた？今ね、あとね、あれだけだよ。このウエハースだけ、あと。ニースさんの仕草が可愛いです。謎です。でもありがとう。めっちゃ手につくんやけど、やば。人見知りとかしないタイプ？あんまりしない。あんまりってかほとんどしない。よいしょ。よいしょ。試験でアクセス言っても人見知りせずにいじってくるプロタイプか。いじるかどうかは知らないけど、別に人見知りはしないと思う。法廷見せて。今ね、すごい雑なこれを作ったので、ここから最後にこれをかけるだけ。と、試験さえいらっしゃい。試験の上達のヒロ君さえいらっしゃい。え待って、なんかいろいろ変な、前髪のポニーテールってなんだっけ。こう、あ、待って、雑い。はい。はい。こうかな。こう。これでいいの？はい。この世の子供はいじってくるプロが多いのよ。と。怪しい粉じゃない。あれだよ。ほら、飾り。よいしょ。怪しい粉。ちょっと
で、めっちゃ壊れるんやけど。もうすぐ完成。そう、もうすぐ完成だよ。よいしょ。よいしょ。違うよ、妖精の粉よ、当たらないじゃん。妖精の粉、いいね、妖精の粉いいね。欲しいよな、妖精の粉。全体的に雑すぎる。まあいいか。以上、あと1個。できた。全部できた。食べよう。どどん。すごくない？見せて、ほら。うまくない？我ながら。食べよう。粘土でも作ってたソフトクリームだ。うんうんうん。グルメレポワクワク。いつもと変わらない美味しさですね。見事な巻き巻きのうん、何のことかな。うん、うん、どうした。あと、どんな味？なんだろう。どんな味って言われても困るんだよな。甘い。この味作りたいんだよね。てか美味しいじゃんこれ。次、これ。タルト？かな？タルトだよ。タルト、雑だけどタルトだよ。え、でもどんな味って言われてもめっちゃ困るんだよな。普通？これはタルト。うんうん、タルトだよ。タルト、そうそう、タルト、タルト。食べるね。おいしい。いや、タルト。うん。タルト？違う。誰と？知らないよ。え、めっちゃ美味しいんだけど。やば。これなんだ。ね、あ、さっきのと味違うの。いや、全部一緒だよ。だって使ってるの一緒だもん。これはちょっと味違うと思う。ウェハースだから。めっちゃ雑だな、今思うけど。これは、何なんだろうね。それは何？これは、何って聞かれたら困るな。一応ケーキって書いてあったけど、ケーキとして作ってないんだよな。
ウェハースの上にクリーム塗ってっていうのを重ねた謎の物体。美味しいよ、結構これ。いただきます。作った本人ですらわからない。本当に、ケーキなの？一応ケーキらしいんだけど、作り方のやつにはケーキって書いてあったけど、別にケーキに見えないじゃん。大丈夫か、このお菓子屋さん。大丈夫だと思うよ。一つおいくらですか？一つ5円です。安っ。 絶対倒産する。保持率高すぎ。それな。それならさ、それで全部？お父さんが倒産ってコメントしようと思ったけどやめとく。 やばいでしょ。48グループの最新の NG ワード率高すぎて草。それな。はあ、欲しい。欲しい。しんさん、ハローって。ニートじゃないよ。ニートだよ。でもハロー、あそこそもそも普通に星になるからね。 マジか。もう少しで東京駅着く。あそこそもそもか。ドラえもん、ドラえもんは大丈夫みたい。サザエさん、サザエさんも大丈夫なんだ。今日は日本の一番忙しいニートだね。ニートじゃないんだって。ニートなんだって。サザエさん、ちびまる子ちゃん、ちびまる子ちゃんは大丈夫なんだね。何がダメなんだろう。
なんでアソパソ待つだけなんや。なんでやろうな。アソパソマソ。こんにちは、こんにちは。モコ作ろうかな。ふぅ。と宿題の程度は終わった。終わってないかな。この配信は何時まで？3時までですね。今日は顔が丸いから星になっちゃう。謎。今日はちゃんとお父さんもお母さんもいるかい？いないね。うん。たこ焼きの口直しにお菓子食べたら物足りなかったパティーン。それ、それ、それ。テロップはホラー的な意味ですか？そうじゃない。違う。3時までは長いね。長い？長いか。じゃあ休憩入れないの？じゃあ入れる。どこら辺で入れた方がいいかな。作ろう。1時から15分ぐらい休憩入れたら、うん、え、後ろに髪の毛長い女の子が見えてるとか思ってないからね。へえ、マジで？つらっ。絶対心配だった。すごくない？重なった。てか髪の毛長い女の子とかさ、ニートやん。え、ニートやん。やばい、カワウソの幽霊が見えてしまった。いや、幽霊じゃないよ。違うから。ほんとなんか多いな。あ、多いな。で、作り方の手順、ここに書いてあるんだ。紙。あ、腰っていうか、なんか肩が痛い。あ、ももちゃんのお化けとおばあちゃん見えた。は？え？うん、うん、うん、うん。またチーク菓子。チーク菓子もう一個作るの。うん。うん。かわいそう。なぜ星になる？さあ。え、待ってね。ももちゃんのおじいとばあちゃん見えた。マジか。なぜ欲しいんだろう。菓子。またチーク菓子出したの。なんでなるのって聞かれても困るな。うん。別にね、欲しいんだることないのにね。お菓子作り星になる。マジか。チーク菓子、うん。ひらがなを NG になる48グループの七不思議。
意味と意味と星かなになってる。ちゃんとした文が打てない。ブロッコリーだけど、すごい NG 出るね、これ。本当に。星うー。星ばっかじゃん。すげえ星の数だな。いや。コメントでも欲してんでいいよ。コメントでも星を投げる。すごいな。なにまっておかえり。結局、のりさんは何を言おうとしたんだろう。けいさんも一体、何を言おうとしたのだろう。昼飯買ってきたーって、おかえり。ママ、夜ご飯はロシアお好み焼き。夜ご飯をロシアお好み焼き。嫌だな。ロシアお好み焼きってしかもどんなんよ。勘違いも星になる。マジか。東京駅着いたらしばらくコメントできないからまた後でねって。うん、ありがとう。また後で。すごい、いろいろと星になるんだね。めっちゃ音鳴るよ。ポッケンは何を言おうとして星になったのだろうか。あれもあり。
ミート母美人説。ないな。うん、ないな。娘かわいいのに。かわいいのか。前髪干してるね。いや、前髪干してる。すごい星だね、みんな。みんな、お星様。大好きだね。本気と巻いて、本気と書いてマジ万事急に美人よって。美少女か。ありがとう。干してる。洗濯物ね。勝手に星になる。なるほどね。多分あれだと思う。キンクなんだよ。それ。あたち落ちちなったら絶対に取っちゃうと主流。どうしたん？結婚、あーね、あーよくあるやつやん、よくあるやつやん。大きくなったらお父さんと結婚するみたいなやつでしょ。だからなんでひらがな星にするね。謎やな。なぁ謎が多い。さあ漢字読めない小学生の子だっているのに。そうだね、漢字読めない小学生の子もいるもんね。ニートとかね、読めないもんね。うん、失礼。失礼なって言っても事実なんだけどさ。星って読むんだよみたいな言われ方したらえってなるからね。ミトちゃんは母が裏でなんとか出してるから大丈夫。
な教科。好きな教科は、国語と体育と、体育はあんま好きじゃなかったわ。国語と、図工と音楽かな。今度はカタカナ欲しなった。カンペ。いや、カンペ出してないよ。まだ親いないもん、今。オーディション受けようと思った理由、オーディション受けようと思った理由は、映画見に行って知り合いの人と、あのアイドルっていうね、大阪で、それで、好きな教科は給食です。ドヤーじゃないの。次からそう言うわ。好きな給食。好きな給食じゃねえや。好きな教科は給食ですね。覚えた。そのアイドルっていう映画を見て楽しそうだなって思ったんです。次から好きな教科は給食ですな。もし今度聞かれた時も言ってなかったらちゃんとみんな言ってね。好きな教科給食じゃないのって。教科給食ってめっちゃいいよ。でも給食も日によるんだよな。あの映画で楽しそうって進化しよう。いや、なんていうか、なんなんだろうな。自信過剰の意味がわかんないんだけど。ああ、やぶね。めっちゃカップコップに沈めようとしちゃった。花が。それで私も松汁みたいに踊れるわよ的な。それは無理だわ。めちゃくちゃダンス嫌い。嫌いっていうか苦手。嫌いではないのよね。どちらかというと、好きなんだけど、苦手なのよね。小学校を卒業するの寂しい？寂しいな。寂しいかな。どうだろう。あ、でもちょっと寂しい。
先生がね、3、4年の時の担任の先生めちゃめちゃいい人だったから寂しいよ。同級生は？何同級生？幼稚園の卒園式とか泣いた？卒園式ね、全然泣かなかったね。同級生はってなんだ？さあ、そう、中学に行くと部活はどうするの？受かって活動あれば厳しいかもだけど、部活か、バスケか、美術に行きたいな。踊って？同級生は、実は自分にそのクラスの子でしたとか言ってみる。あ、なるほど。あ、そういうこと？あ、そういう、え？それ、バスケ部にいそう。そうなの？いそうなのか。でもあれだよ。そんな、ことはないよ。そう。バスケ部なぁ。絶対バスケか美術がいい。って思ってる。左の髪、左。どっちだ、左って。右、左、いや、こっちか。え？あ、これ？これかな？これね、あだ名のやつ。あ、落ちた。ニートで、ニートじゃないですって書いてるの。いろんな人がね、ニートって間違えてくるからね、ほんとに。ニートは、中学で帰宅部入って、全国大会目指す。え、なんの中国、え？帰宅部の全国大会？そんなんないよね。髪型変えて配信してもいいかも。変えるよ。あ、今はあれだけど。ゲームとかする？花粉症じゃないよ。多分、風邪かな。ゲームかな？ゲームはあんまりしないかな。ゲームはね、あんまり得意じゃないのよね。めちゃくちゃ弱いし。
こんにちは、若いって。どうも、こんにちは。若い。喜んだ方がいいのか。よいしょ。はあ。合格したらグループ最年少？こんにちは。こんにちは。最年少なのかな？でももう一人、あ、でも、もう一人の子が、一緒に、もしも一緒に受かったら、どうなるんだろう。最年少なのかな？多分そうなると思う。4選おめでとうってありがとう。62番も小6だった。そうそうそう。若いって言われるのは嫌。いや、全然嫌じゃないですよ。小学生2人？うん、みたいですよ。よいしょ。家の中風吹いてる？風吹いてるっていうか、エアコンかな？多分。再同時に受かれば、最年少コンビが自然にできるやつ。確かに。よいしょ。はぁ、あ。うん。うんうん。はあ。やばい。パンダの顔がパンダじゃねえ。最年少な。パンダちゃん好きなの？パンダね、好きだよ。うん。かわいいじゃん、パンダ。
ファンの好きキャラすでにいるけど、いや、大丈夫。ファンドよりもね、ピカチュウの方が好きだから。ファンドよりもももちゃん。ももちゃんめっちゃ寝てんだけど。ももちゃんって何？うちの今ね、飼ってる犬、そうそう、桃太郎くんなんだけどね。と、ももちゃん寝顔も天使でちゅね、見えてないけど。天使なんだって、ももちゃん。よかったね。あ、めっちゃ起きた。あ、めっちゃ伸びてる。あ、起きちゃった。見たい。見たい。いいよ。ママ。おいで。ダメか。よいしょ、ほら。ももちゃん。はぁ。この子。バイバーイ。どうぞ。あ、お菓子に集まってきた犬。寄ってきちゃった犬が。うん、大変だ。髪長くない？ここ、これ、これ、みょーって。と、一番好きな犬種なんですけど、やったやん。ももちゃんやったね。ミニキュアだ、クチュチキだってあんた、よかったね。毛がすごいの。うん。ふぅ。うん。ももちゃんはなんちゃいでちか。ももたろうはなんと。なんと11歳です。年次1歳なのね。おじいちゃんです。もうおじいちゃんです。はあ、実際。鬼ヶ島行っても戦わせたくない。戦わせたくないって思った。戦ったところでめちゃくちゃ弱そうだけど。
暇すぎた瞬間どっか行って寝そう。あーやっと暇だわってどっか行って一人で寝るっていう。やりそうだわ。うんうん。音も。音もね。ケイさんまた来ましたよって。あ、ホケイさん来ましたよって。言ってますよ。うんうん。どうしたんですか？いいなの？なぜバンされる？もしかしてだけど、暑い？なわけないでしょ。なんだよこれは。またもう謎やん。汗？ん？あ、前髪？ああ前髪。うん、暑い。ただいまっておかえり。ああ、鼻がむちむちする。ふうふうしてあげる。それって熱いっていうのと、あれなのかな？熱いとセットなのかな？風かな？うん、多分風だと思う。ふう。今何してるの？え、チーク菓子をね、まだ作ってるの。このお弁当屋さんね、めちゃくちゃ時間かかるんだけど、やばくない？ニートさんの風もらいに行きます。なんで？ダメだよ、もらっちゃう。チーク菓子まだ終わってる。そう、全然終わんない。
ずっと作ってんのにさ、もう全然終わんないんだけど、やばくない？風邪を移すと治るっていうね。あ、そうなんだ。初耳だわ。よいしょ。じゃあ、移すと治るんだったらもう友達に移してくる。3人ぐらいに移して治る、自分が。二度天元気になるなら私が受け取りに行くわ。いや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 、それはそれはダメだよ。学校の人にちゃんと移すから。ん？スイカとメロンとどっちが好き？タンスの引き出し開いてない？タンスの引き出し？タンスなんか映ってる？スイカとメロン、スイカの方が好き。でもアレルギーだからスイカ食べれないんだよね。ああ、聞こえるかな？おかえり、ただいま。ごめんね。間違えてカメラ切っちゃった。バンじゃないよ。カメラが、ピッて切っちゃっただけ。ごめんね。可愛いから許す。ありがとう。すえ、鼻をこすれない。あ、ごめんなさい。声優いけそう。声優？なんで声優？
ごめんね。笑って。ね、お弁当できた。配信してる子で会ったことある子いる？多分いると思いますよ。多分いると思うけど。セチ。え、わかる。いや、あんまわかんない。おいしい。普通かな。学校でなんか流行ってることとかある？学校で流行ってることがね、みんなスマホ持ってるからさ、なんか、荒野行動とか TikTok とかそこら辺の人が流行ってるんじゃない？多分。何の味？と、さっきの赤いのがイチゴで、さっきの黄色いのが、黄色いの卵焼きなんだけど、レモンの味だった。多分？そう。あんまりね、何やってるかよくわかんないんだけど。流行ってるっていうか、みんながよく話してるのは、荒野行動とか、TikTok とかだよ。流行ってるのかは、よくわかんないけど。美味しそうだね。確かに。荒野行動、小学生までやってるのか。小学生とか結構多いよ、荒野行動。あと TikTok も。YouTube は見ないの？みんな見てると思うけど、クラスの子はオーディション受けてること知ってるの？知らない。言ってないもん。マジか、マジ。合格したらびっくりするよ、みんな。確かに。同い年で応援するねってありがとう。同い年か。よろしくね。さきさん、よろしく。誰推し？48ブルー。洋服はどこの着てるの？どこの？特に決まってない。可愛いなーって思ったのを着てるかな。好きなブランドとかある？いや、特にはないかな。SKE で誰が好き？松村かおりさんが好きです。はい。坂道グループで好きなメンバーいる？坂道グループ全然わかんないんだよね。いっちゃ。え、松村かおり。
知り合いがね、推してる人で。長いことやってるね、時間。うん。あ、確かにやってるね、長いことやってる。よいしょ。じゃあ、2時になったらちょっと休憩入れよっかな。声がだんだん変になってきた。HKT、HKT、全然知らない。うん、ごめんなさい。知り合いの人に松村香織のワクチン連れて行かれたことある？ありますよ。NND はやめちゃったけど、スーちゃんが好きでした。咳が。あるのか？あります。NGT。NGT も知らないな。なんか、ご手に読めってありがとう。すーちゃんそこに行ったら行ってない。え、ニートちゃんこんにちはってこんにちは。今回何回目のオーディション？2回目かな。ヤグラフーちゃん、そう。が好きだった。うん。握手会で小さい子連れてくとちょっと長く話せるから。そうなのか。何のオーディション1回目？あの NMB のロッキーかなのやつ。すーちゃん美少女だよね。ね。お母さん？お母さんはってなんだ？坂道オーディション受けないの？坂道、多分受けないと思う。うん。スーちゃんよりも2と超絶美少女よ。マジ列。え、ちょっと待って。星になってる。お母さんオーディションいいって言ってるん？うん、むしろなんか、今日ノリノリで朝が、今日ね、企画みたいなやつで、ロシアンたこ焼きみたいなのやったの。それをノリノリで作ってたから、うん。うん。いいっていうか、むしろ、頑張れ、みたいな。NMD はどこまで行った？ 2 時まで。うん。との方が、あーね。ニートの方が、ふーちゃんより可愛いよーって言ってくれたん。ありがとう。やば、口の中に髪の毛が。髪くくって。どうやってくくればいい？口の中に犬の毛が。犬の毛が舞ってる。掃除しても犬の毛がね、ほんとひどいわ。風邪ひいてる？うん。多分ひいてると思う。大丈夫だよ。この、風邪を生かして友達にうつしまくるから。握手会行ったことある？あるよ。それ星だよ。星？迷惑だよ。いや、嘘冗談だよ。
すがにね、写しまくったら日数が足りなくて春休みも行かないといけないし。まあ、山本さやかよりも見たのが35億だかわいい。それあれやん。そう、15億のやつやん。あ、やばいな。笑った顔がかわいいですよってありがとう。でも、オッケーさん、それは多分言い過ぎだと思う。うん。髪の毛くくってって言われたけどね、くくれないんだよね。くくるの苦手なんだよね。はい。口あるよ。目の前にある。くくるのもな、あんま得意じゃないんだよね。前髪、ああ。はい。はあ。え、口使ってるやん。あー、うん、確かに。名前忘れた。全然読めん。疲れた？いや、そうでもない。言い過ぎって？千年に一度、いや、五万年の一度の逸材ですよ。いや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 、言い過ぎ言い過ぎ。ピンクルなんとか。下何履いてるの？スカート。ピンクルタイザーみたいな。ピンクルタイザー？ピンクルタイザー。これ、なんて読むのかわかんない。あ、待って、全然、出ないな。ピンクルタイザーって呼ぼう。じゃあもう、ピンクルバイザー。ピンクルタイザー使ってるんだ。うん。ピンクルタイザーって。やばいな、ピンクルタイザーは。すごいな。でもマジでピンクルタイザーって呼んだりして。うんうんうん。前髪がさ、すごいんだよね。前髪止めたら。ああ。タングルティーザーやって。ティングルタイザー。ちょっと混ざったな、タングルティーザー。へぇ、すごい名前だな。調べてきたんだ。てか、テロップ変わってた。そうだよ、テロップ変わってるよ。ググりました。ググったん？いや、いいね。Google 先生、使えるもんね。あ、てか、あ、うん。やったいが。今ね、前髪止めるやつないんだよね、近くに。遊びすぎた。好きな教科は、好きな教科って何だろう。音楽と国語と図工かな。あ、むっちゃくぞ。ん？給食もね、うん、給食も好きだよ。ニート好きやもんね。いっぱいコメントしすぎ。ごめんね、ごめんね。いや、大丈夫だよ。ありがとう。それに、お風呂に置きっぱなしにしちゃう
それお風呂に置きっぱなしちゃうと中に水溜まって使えなくなるから気をつけ。そうなんだ、マジか。すご 学校で何が一番楽しい？国語と、いや、そう。まあ、教科で言うなら国語とかだけど、時間で言ったら、休み時間と給食が一番好きかな。ミックス？頑張れってありがとう。ミックス？ニトはお風呂にアヒルちゃんとか入れてるん。いや、アヒルって。アヒルは入れないかな。入れてみたいよね。てか、一回アヒルで埋め尽くされた風呂にドブーンってしてみたいっていう夢がある。しょうもないな。さすがニート、ニートじゃねえ。ニートじゃねえ。ニートじゃねえよ。一等だから。ニートじゃないから。ちゃんとお仕事してるからね。お仕事。まあ、言うて学生をしてるから。お仕事してるから。日本一のニート目指してるんじゃなかったっけ？いや、ニートで。それを目指してないかもしれないな。やりたいことにはやりたいけど、でも、別に目指してるわけではないよ。名古屋の温泉にアヒル大量に入れてたお風呂があったね。マジで？え、マジで？マジか。邪魔すんでー。邪魔すんならか、これっていいんかな？いいんかな、これ。行きたいな、その温泉。いいなぁ、アヒルちゃん。わら。ほな、さいなら。あ、ちょ。そこは言わないとって。いや、言おうと思ったんだけど、いや、大丈夫なのかなと思って。バーンってならないかなと思って。おい、止めろや。すいません。邪魔すんで、お願いが受け取っちゃうから大丈夫。あ、大丈夫。よかった。じゃあもっとちゃんと突っ込めばよかったな。よいしょ。邪魔すんなら帰って。あー、握手会行きてぇな。どうしますか？そんなね、何があったのかわかんないけど。てか2時過ぎたで、あ、マジやん。どうしよう。じゃあ、2時半になったら1回やめて、3時にやろっか。スイちゃんに会いたいよーって。アイドル目指してるの？目指してるから今やってるんだよ。マジレスしちゃった。休憩する？じゃあ、今からしよっかな。で、次いつからやるって言ってたっけ？10時半から休憩。オッケーでーす。インデックス大阪行けば握手できるで、今日。そうね。あー、みるるん、握手したい。みるるん、みるみるしたい。みるみる、あ、そっか。3時からまた配信ってこと。そう。2時半から30分休憩の3時からもう一回やります。めっちゃ落ちてくるし。ニートちゃんはあんまりメンバーの名前わかんないんだっけ？あんまりわかんない。今覚えてるところなんだよね。
ああ、早くニートなんかしていきたいわ。待て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 。うん。なるべく頑張るよ。うん。なんで SKE？ なんで？なんでとは？SKE のリーダーは、ちょっと待ってね。腰が痛い。SKE のリーダーか。昨日？前？知り合いに教えてもらったはずなんだが。3人いるわよ。いるわよ。言い方やん。キャプテンは1人。ないよ、うん。キャプテン、大阪出身だよ。うん。ちゃんと覚えるわ。うん。明日もう一回聞いて。絶対覚えとくから。わ、めっちゃ鼻かゆい。はぁ、あ。はぁ、あ。と、なんで SKE？ なんで SKE って受けたのがなんでってこと？前髪がやばい。ランドセル、ランドセル、ランドセル。ランドセルは、なんだっけ、なんとかピンク、チェリーピンクとかなんとかその名前だったと思う。赤色なんだけど、光に当たったらちょっとピンクっぽくなるみたいな感じのやつ。です。うん。S すが明かり、あ、じゃあ、うん、あ、うん、ヒント、ヒントだったね。ふぅ。うん、ショールーム、慣れましたか？慣れた部分もあるし、慣れてないとこもあるね。うん。え？ヒントってそれ答えやんって突っ込んで、あ、ごめん。うん、ヒントってそれ答えやん。遅いな。ごめんよ。お腹すいた。お腹すいた？あ、でももうね、3時近いもんね。そういう問題じゃない。
ユスケ委員のことは入ってから覚えればいいさって、ありがとう。めっちゃ部屋熱い。あっつ、ちょっと待ってね。ビーズクッションめっちゃ沈むやん。よいしょ。あっつ。ふぅ。どうしよう。お腹すいた。お腹すいた。そう、お腹すいた。おごるから。見と。ダンボ、ダンボ、ダンボってどこ？ダンボってどこ？ダンボって。あ、たこ焼きだっけ？あ、え？違うっけ？え？なんだっけ？ダンボって象しか思い浮かばないんだけど。はじめましてって、片入れさんいらっしゃい。なんか、声めっちゃ変わったんだけど、やば。いつもの声はいず声。ダンボってどこや？ジャンボだっけ？宝くじしか出てこない。ああね。ああ、ダンボって。ダンボはやばい。ジャンボ、ジャンボ。そうそう。宝くじのジャンボじゃなくて。で、たこ焼きとお好み焼きのジャンボなんだよ。うん。あれ、お好み焼きやってたっけ、ジャンボ。違かったっけ。また別だっけ。違うっけ。受かったら、名古屋まで赤湯い？いや、今お母さんと話してるところなのよ。それを。どうするって。だから、どうなるかはまだ決まってないのよ。もしかしたら引っ越すかもしれないし。足が。いや、将来の夢はタレント、歌手、モデル。夢か。歌手に入るのかな？うん。受かったらお母さんと家使ってくる。それはダメでしょうよ。ねえ、それはダメだよ。うん。
さ、出そうで出ないんだよね。夢は SKE に入ってから見つかったり見つけたりする子もいるから、今なくても大丈夫よ。まあ確かにね。夢な。強いて言えば歌手だな。歌手かタレントかだな。萌えは 90% 以上無理なんだよ、身長的にも。ニータはまだ若いんやから可能性は無限大って。ありがとう。ああ鼻がやばい。身長小さいってきつつモデルしてる子とかいるかな。あーなるほどね。身長はねきっと伸びるんだよ。まだ伸びるはず多分。きっとねまだ伸びるさ。両親は身長高い方？父親が平均、母親が小さい。だから、けど小さい方が可愛い。みんな、同い年の子もさ、150ちょいあってさ、でかーとか思って。じゃあ平均ぐらいには伸びるかね？伸びるんじゃない？多分伸びてほしい、むしろ。そうめん食べるわ。ちゃんと美味しく食べてね。謎だけど、気にしないで気にしないで。推しメンは推しメン関西弁出ないね。ちょっと緊張してるかもしれないからね。緊張してるかもしれない。ちょっと緊張してるからね。推しメンは松村香織さんです。関西弁はがめちゃくちゃ笑ってる時とかが教えてえな。緊張がねバーってほぐれた時にね。嘘でしょぐらいの勢いで出てくるから。NMB か HKT のオーディション配信の時に140かの子がいたよ。なんかそこまでさ140もいってないよっていうような子がさいたら可愛いじゃん、そりゃ。でもさ150にもならずさ130何歩とかでもなくさ、めっちゃ中途半端じゃない。せめて150行きたいもんだって。あと 2.9 センチ伸びればいい話だ。伸びる伸びる。次身長測るときにはねもう150超えてるつもりだから。前くしゃみ出そうで出ないんだけど、めちゃくちゃイラッとするこれ。いいよね。すでにニトに抜かれてるらしい。ニトに抜かれてる？どういうことや。ポケさんのことを抜いた？マジで？やった！待って、嬉しい。
勝ったわ。勝ったわ。身長。でもね、うん。ちっちゃいよって可愛いよね。146から147やもん。マジか。一番得意な曲は、一番得意な曲 ?48 グループに絞って。それか、他のジャンルも入れて。よく歌う歌。よく歌う歌は、ボカロが多い。です。うん。ボカロが一番歌ってると思うよ、多分。やば。あと8分か。と、学校好き？学校は、普通好きな時もあるし、嫌いな時もあるよ。うん。ある行事とかね。によってはね、平均したら好きだと思う、多分。うん。うん。まあ、ただ学校がない日の方が楽しいけどね。中学楽しみ？いや、絶対成績落ちるか、全然楽しみじゃない。今更だけど、本当は1時間ごとに配信した方がいいのよね。それ先に言ってほしいな。じゃあ、そうだな。次から1時間ごとにすればいいか。うん。そうしよう。と、ポイントの関係がね、知ってると思って言わなかった。いや、全然知らないよ。じゃあ、あれだね。次からは、次から1時間ごとに配信したらいいね。うん。うん。ふう。うん。あと5分か。受かることを願ってますってありがとうございなんでこのタイミングで咳出るんだろう。ありがとうございます。うん。どうしよう。じゃあそろそろ台でも読み上げた方がいいかな。コメント止まった時とか用に何か喋りたいことを用意しておくといいかも。うん。とりあえず一回休憩入れよう。休憩は入れるから、とりあえず漢字を読みをする。うん。と、1、7、3、2、真剣ボイレー3、3位、ドラ3、4位、読めない3、ごめんなさい。6位、
ダスズマ推し 3? じゃあ6位もっとさ、あ、5位はそれか。ん?あ、もう分かんなくなってきた。で、7位目指すドキドキ島さん。8位が前田さん。9位、ホッケーさん。10位、みゆさん。11位、ささいでさん。12位、のっぽさん。13位、あるみさん。ありがとうございました。3時からやります。はい。次の配信テクノが、テーブルに書いとく書いとく。ありがとう。じゃあまた後で来てくれたら嬉しいです。またね。